アレン・レリー・ハンソン・マイケルは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のシアトル・マリノーズ参加所属。2009年7月にピッツバーグ・パイレーツと契約して、プロ入り。2010年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・パイレーツで、プロデビュー。68試合に出場して打率。324、日本塁が。 28打点、20盗塁を記録した。2011年にアメリカ本土に渡り、ルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツと A マイナス級ステート、カレッジ、スパイクスでプレー。この年は2球団合計で55試合に出場して、打率262本塁が35打点、24盗塁を記録した。2012年は A 級、 ベストバージニアパワーでプレーし、124試合に出場して打率。309、16本塁打、64打点、35、盗塁を記録した。2013年は、A 級ブレーデントン・マローダーズと AA 級アルトゥーナ、カーブでプレーし、2球団合計で127試合に出場して打率。274、8本塁打、58打点。 30盗塁を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2014年は AQ アルトゥーナでプレイし、118試合に出場して打率、280、11本塁打、58打点、25盗塁を記録した。2015年は、トリプル AQ インディアナポリスインディアンスでプレイし、 117試合に出場して打率2636本塁打43打点35盗塁を記録した2016年は開幕をトリプル A 級インディアナポリスで迎え5月16日にメジャー初昇格を果たした同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューこの年メジャーでは27試合に出場して打率2261打点 に盗塁を記録した。2017年6月2日に、ィーフとなった。シカゴホワイトソックス時代2017年6月9日に、ウェーバー工事を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月25日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なった。シーズンでは、参加の AA、A、級サクラメントリバーキャッツで開幕を迎え、4月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年4月2日にケビン・ピラーとのトレードでデレクロー、フアンデポーラと共にトロントブルージェイズへ移籍した。5月3日にディーフとなり、7日にマイナー契約で参加の AAA 級。 バッファロー・バイソンズへ配属された。8月3日に自由契約となった。2020年1月23日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、翌24日に正式公示された。ありがとうございます。